笹の雪は流絶乱俗の植物の一つ。棒状の葉に白い筋が入る。干渉用に栽培される。厚い葉を密生して、球状の株を作る、多年草。葉は、絶状で厚く、表面はややくぼみ、裏面に強く突出し、量がある。葉の縁には、トゲがなく、先端に一本、黒かし色の鋭いトゲを持つ。葉の円沿いにはっきりした白い筋葉があり。 裏面は両線が白く、またその両側側面に葉の付け根側に開いた鉢の字のような白線が入る。葉の長さは変異が多く、株全体の小道は原産地では50から70センチメートルに達するものがある。栽培下ではそこまで大きくならず30から40センチメートル程度である。花は水上果樹につき単緑色である。学名の種商名は ビクトリア女王に由来する。メキシコのコアウイラ州とヌエボレオン州が原産地であり、産地の岩壁などに生育する。雪山は本州の白福林品で F ベディゲイタとされる。他にも不入り品がいくつか知られる。似たものとしては、ササフブキエファーディナンディレジスは本州より葉数が少なく、葉は新緑でさらに肉厚で、葉全体が緩くカーブする。 また、刃先のトゲは一つではなく小さいとゲが2から三個で、あることが多い。ちなみにこれは、本種の幼い時の形態に似ており、それがそのまま大きくなったものとも取れる。また、乱れ雪 A フィリフィラには Y 星になった、栽培品コンパクタがあるが、これの和名が、大膝さの雪と呼ばれ、本属で最も美しいとも言われる。ただし、葉の縁から、 この種の特徴である白い糸状の繊維が突き出しており、本種とさほど似ているわけではない。観葉植物というより多肉植物として栽培される。古くから栽培されており、その形が金星が取れていて美しいとされる。体寒性もあり、水を立てばマイナス3摂取5度まで耐える。なお、輸入の大株は栽培して2年ほどで花をつけて枯れてしまう例が知られる。 以下、主として、朝山ほか、P239 園芸植物大辞典、P28 園芸植物大辞典、P28 最新園芸大辞典、P50 園芸植物大辞典、P28 朝山ほか、P239 朝山ほか、P239 最新園芸大辞典、P50 園芸植物大辞典、P28 八本田ほか、 P612 園芸植物大辞典 P28 ありがとうございます。